おはようございます。画家の小木曽です。第177回の鬼高評会を始めたいと思います。こっそりお話ししないといけない状況を分かってくださいね、始めたいと思います。この鬼高評というのは私が画家をしておりますけども、まあ、あだこうだという企画でございますけども、来週、2021年12月17日分をもって終了いたします。皆様の書いた作品をあだこうだという企画でございます。見てほしいという方遠慮なく送ってください。最後ですので、まあ若干ぼちぼち、まあ終わりか分かんないですね。こう終わりと完全に言ってしまうと変ですけどもね、ちょっとずつまあなんかやることはやったのかなと、もうすぐ YouTube を始めて2年ぐらいになるので、やることはやったのかなという気分になってきて、飽きてきたわけじゃないですが、まあライブ配信は楽しいんですけどね、一番まあ編集せんでいいからですね。まあそんな感じになってきたという感じでございます。あと勝手に公募展というのもやっていますので、それも今度の第5回で、まあ流れをちゃんと作ってですね、なんとなくこう日本ということで、日本やったら日本の風景をベタな風景描けばええんちゃうかじゃなく、ちょっと頭使いましょうね的なことから始まって、ペン画ということで、ペンでも実はこれだけの表現ができますよという、もう身近な素材でも絵は描けますよということをやりまして、でそして顔でしたっけね、順番的には顔かな。で顔ということで、顔のいろんな表情とか、やっぱりこうなんかこう展覧会とか見てても無表情な絵が結構多かって、僕も無表情な絵が多いんですけども、そういうこう表情とか一つでもこんなになりますよとか、あとはその後にあなたの街ということで、まあ風景画が中心に、お届けして、最後はもう本当に皆さんフリーテーマで、あなたのテーマで、あなたの自分のテーマで描きなさいということで、最後募集しておりますので、よかったら応募してください。それ年末の27、28、29あたりで公開しようと思っております。でこちらの作品という、なんでこんな豪華なものと思うかもしれませんけども、10年前の作品なので、もうあの大学の倉庫からちょっと探してきて、あこれやったらいいかなと、皆さん喜んでもらえるかな。12号ありますんで、ちょっと額縁入れると大きくなりますけどね、裏に何々さんへってデカデカと書こうと思いますので、それ書くと、ネットで、転売できないので書きつつ書いてやろうかなと思ってますけども、1名の方に、プレゼントしたいと思いますので、ぜひ振るって応募ください。で、そんなとこでいいのかな。まあ、よくこう、あれなんですね。見てくださいとか、お礼をしたいですとか、もう本当大丈夫です。で、本当じゃあ僕からお願いあるとしたらですね、この動画、年末30日に公開しようと思ってるんですけど、この動画すっごい100分あります、長いです、ね、年末年始にかけて皆さんまでいっぱい見ていただくとギュッといってガッといくので、スタートダッシュ超大事なんですね。で20時に公開しようと思ってまだちょっと編集しているんですけども、本当に大きな作品をずっと書いていくプロセスを4月から取り出して12月の真ん中ぐらいですかね、ある程度終わって、編集も今しているという感じなんで、もうそれを見てもらえるのが僕は一番ありがたい。もう一つはあれですね、教養系の動画で美術史について熱く語っているやつがあると思うんですけど、あれを見てもらえるのが本当にありがたい。で要は頑張って作ったやつが伸びないということが結構、やっぱりそうか、あと結構落ち込むというかですね、まあ鬼好評もそんなにこうもう全然伸びなくなっているんですけど、全体的に鈍化しているのは事実なんで、まあ多分コロナもちょっと落ち着いてたりして皆さん外に出てはるんかなって感じはするんですけどね、まあ、それを見てもらえるのが僕は一番ありがたいということで、それで十分です。はい、じゃあ行きましょう。ダラ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 と喋りやがって、こちらの作品です。この方ね、ペン画です。上位の方に行ったやつ、蛇が女性の下からなんか覗き込んでいて、リンゴがあって、あそうか、これアダムとイブ的な感じなのかな。あこんばんはと、40歳の独学の素人、これ言うていいかな、岐阜の山奥に住んではるんですね。小木曽って名前言い張るでしょ。僕小木曽集落一回見つけたことあって、親父に連れてってもらって、この辺り小木曽やでとかって言って、あほんまや、小木曽病院、小木曽なんとかとかあるところがあったんで僕びっくりしましたけど、今回もペン画ですが鬼好評に初投稿させていただきますと。ね、フリーテーマでもよかったですけどね、これね、昨日完成したものです。でもフリーテーマやとこの方やったら、あこの絵やなって見えるから、多分
前との比較でなんか評価されるでしょうね。だからこの人もう一枚ぐらい書いてる気がしますね。 41×22cm ハイテックと、ね、シグのボールペンイラストのマーカーペンということでございます。いや本当にこの人本当に古典とか普通にしたらええんちゃうんっていう感じしますよ。なんか知恵の実を食べて、リンゴはアダムとイブっていうのが、ね、楽園を追放させられるというお話があってみたいなのから始まっていきますよ的なのがありますよね。でイスラム教の旧約聖書の中にで それを多分、思わせるような作品なんですよね。だからなんかこうそういうところとかもこう持ってくる、なんかこう例えば洋画の歴史の中でもちろん宗教画っていうのもあったり歴史画とかですね、そういうこうものを描けるっていうのはある高い教養を持って、いるというふうにされて、フランスなんかの例えば絵画っていうのは結構難しいようなそういう絵がどん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 こうねサロンなんかの絵とかで難しい絵が出てきたりとかして、このテーマなんぞやって僕らも日本人に分からないような出てきてみたいなとこがあって、何かこうそういうこうところから皆様もヒントを得れるということがあるので、この方に関してはそういうところからおそらくヒントを得ていて、そういうふうに書いているんだろうと思うので非常に面白いなと思います。なんかこう女性の足も絶妙にこう、これ女性でしょうけど、ね、細くもなくね、なんかこのぐらいがお好みなんですか、なんかそういう変態さが出てきて面白いですよね。僕なんか美術ってもっともっと変態でいいと思ってて、それは別にこうなんていうかエロティックな方じゃなくですよ、もうそれぞれのなんか皆さんのそれぞれのなんかここが僕私のっていう、でそれが100人のうち3人ぐらいに響けば案外いいんちゃうかと僕は思ってるんですよ。わかります？でそれがなんか1000人になったら300人とかそういう話ですよね。うわうるさいのがやばいな、気づきそうやな、っていう感じに思ってて、いやなんかそういうところで言うとなんか自分のすごい好みとか趣味とかもすごいあって、そういうこう教養的な部分もあって、なんか階段みたいなのの構成なんていうのもすごく面白いし、なかなかいい作品だと思いますよ。合ってたらどう、合ってなかったらごめんなさいね、そんな感じでございます。あまり言うことありません。もうプロとして頑張ってください。次の作品こちらです。ちょっと小声になりますね。すごいな。あ、すごい。こちら自画像でしょうかね。読みますね。小木曽先生、こんにちは。いつも動画楽しみに拝見してます。久しぶりの高評投稿させていただきます。公募展、顔に、出そうと迷ったんですが、表情が少し、微妙すぎて、喜怒哀楽のどれにも当てはまらない気がして、投稿を見送った肖像画です。6号キャンバス祭、よろしくお願いします。ということで、いやー、すごくこう品のいいね、なんか女性を描かれていて、これ、後ろ、すごいですね。防具なのかな、その横はシャガールですよね。でこれサージェントでしょ、ジョン・シンガー・サージェントという絵描きさんで、サージェントの画集を持っているなんていうのはすごいなと思いますよ。ジョン・シンガー・サージェントって、サロンで活躍した作家さんで、印象派とかの影に隠れてなかなか日本人のね認知度はすごい低いんですけど、それを知ってらっしゃるというのはすごいなと思います。ジョン・シンガー・サージェントっていう絵描きさんですけども、いや非常にマネのなんかね、こういうありますよね、後ろのところなんかの棚の描き方とかガラスの描き方なんかもすごいいいなというふうに思います。まあもうあんま言うことないんですけど、もっともっと多分上を目指していかれるとなると、本当に微妙な人の肌の微妙な変化みたいなのを描いて、色の変化ですね、構造的なものっていうのは悪くないと思うんで、色の変化とかをちょっと頑張ってタッチかなんかを残しつつも描いてもいいのかなと、私だったらそういうふうにするかなと。もう少しこう微妙な色、青とか赤とかも微妙に感じさせつつ、なんかドガとかの絵とか見てみると、こんなとこに青とかこんなとこに赤とか意外と見えてくるんですよ。で例えば、まあ、クリムトの若い頃と晩年の方とかと、まあ、全然違うんですけども、なんかその間ぐらいのなんか色の使い方、肌の色の使い方でどんなしてるかなとか、案外そういうのとか見てみると、この方もっともっと良くなるんちゃうかなという気がします。でサージェント、このモデルさんがサージェントを好きなのか、それとも自分がサージェント好きなのか、サージェントなんか結構ブルーグレーみたいにバーンと置いたりとかしてるじゃないですか。僕そんな印象なんですけど、人間の肌の中に本当ブルーグレーみたいなバーンと置いてあるけど全然違和感なく収まっている。ちょっとこれ見るとやっぱ暖色系でバーっと
描きすぎていて、もうちょっとそういう反射光とかにそういうのを持ってきたりとか、例えば写真とか撮るときに少しこうレフ板的に白いなんか紙かなんかとかをちょっとこの辺にポイって下にですね、下に置いておいて、でふっと光るような状態とかにしておいたりすると、反射光とかがねちょっと入ってきて、もっと立体感とか出しやすくなってきたりもすると思いますので、ちょっとそういう一工夫二工夫みたいなのを入れてあげたりすると、もっともっと良くなると思いますよ。非常にいいですよ。もうあんまりこう言うことあれへんなっていうぐらい、あの顔のやつで出していたら入賞ぐらいは行くんじゃない、あ入選ぐらいは行くと思いますよ。だからそのもちろん先はそのこの方がおっしゃる通りね、まあ肖像画やねってで終わってしまうところがあると思うので、ちょっとその辺がシャガールよりもサージェントとかの中にヒントがもっともっとあるような気がしますので、そういうのぜひ見られてみて、勉強されたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、細かい描写をしたければもっと柔らかくて、細い、毛先のある程度あるような筆とかを使っていったら髪の毛とかを描けたりするんで、そういう方向を目指していくのか、ちょっとその辺が僕はわからないので、すごく写実的な方向を目指していくとなると、もう少しそういう密度感を持って描いてあげたらもっと良くなると思いますよ。次の作品こちらです。3回目です。富士山の裾野でミニトマトを作っているジーヤ。あ、そうですか。トマト嫌いじゃないですけど、あ、大丈夫ですよ。結構そうですよね。そうかと思って、あ、カタログ送って住所ね、私の書いてあったから、あ、本当物大事、うち物いっぱいあるんで、なんかはい、なんかトマトもいいですしね。恐竜チャンネル、チャンネル登録してありがとうございます。ちびっこね、面白いでしょ。うるさいですよ。何気ない夫婦の会話などを目を細めながらそんなとこ見られてますか。さて、先日知り合いからラフランスをいただきましたと。ラフランスの形が面白かったので描きたくなりましたと。お、24×51cm のケント紙のボードで、OA アクリルかな、なんか画材については書いていないような気がするの。まあいいや、アクリルです、すいません。斜め上からライトを当ててアクリルで描きましたと。質問、小木津先生は毎日描かれているんですか。お仕事とかお子さんのことなど描けない日とかもあると思うんですが、また通常の画家の方は1年間最低何号分ぐらい描かれるんでしょうか。わ、めっちゃ難しい質問やな。毎日描いてますよ。多分僕本当に仕事行っても昼休みとか一人で飯食って、あのファファッと食うて10分15分で食うて、まあ外に食いに行ってもパペッと食べてパペッと帰って30分ぐらい描いたりとかもするし、朝方だいたい仕事してるので、朝起きて、言うても2時半ぐらいとか3時に起きてむくっと起きて、たまにライブ配信やったりするのは、あ、なんか今日やることあれへんなとか思ってライブ配信をしたりしてるんですよ。で、だいたいそんな感じで、あ、その後ゆっくり寝ようと思っても僕一回目覚めると起きちゃうんですね。で、必ず昼寝もするんで、なんかもう9時半ぐらいに寝て、2時半3時に起きる、6時間か5時半か5時間半ぐらい寝て、で3時ぐらいから仕事のコソコソコソと始めてなんかやって、で、まあ、大学でもその授業と授業の合間にやってみたりとか、もちろんなんか書類とかわーっと書いたりせなあかんこととか業務あるんですけど、適当にやってます。適当じゃないです、しっかりちゃんとやってます。僕何でもそうなんですけど、来たものその日のうちに返すんです、ベッベッって。で、これどっかでも言ってるんですけど、雑は雑かもしれないですけど、事務の人喜んでくれはるんですよ、それが。で、大学の先生で案外遅い、ギリギリまでギリギリまでって先生多くって、私はそうじゃなくてペペッと返すから、向こうの人からするとすごい助かるから、他の人を待ってる間に小木曽先生だけが来てるよってなって僕の手直ししてくれたりするんです。優しいでしょ。僕はそういうのすごく、ああ助かってんなと、ありがとうございました、あ、直して先生いいっすよ、直してつかん、直してっていう感じで仕事をババッとこなしていくタイプの人間ですよっていうことと、通常の画家の方は1年間で最低何号分ぐらい書かれておられる、これは難しい質問や、バラバラやと思いますよ。僕は相当多い方ですね。何号というのは難しいですけど、年間最低50は書いてます、油絵。100号2枚ぐらいだいたい書きつつの、プラス、50号とか30号とか、古典がだいたい僕30から50ぐらい出す人なんで、まあ、すっごい多いです。あの普通は20枚とか30枚とかって言われて、そっちの方が希少価値が上がってどっちかちょっといいと思うんですけど、僕はダメです、病気なんで、書きたい病なんで、もうどん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 書い、また書きたい、あ、これやりたい、あ、でもこれやりたい、あれやりたいってなるんで、だいたいこう15前後ぐらいのも合わせたり、一番小さくて3とか4号とかも合わせて50枚ぐらいを今書いてんちゃうかなと。多分
そんなんもバレてるので言うているんですけど、っていう感じで大体大きな個展を例えば西堂さんとか三越さんとかも大体毎年に1年に1回ぐらいできたりするような感じですね。でグループ展をもうほぼもう最近断ってきたので、西堂さんでしか今やってないので、すごくこう自分も楽になりました。昔はなんか締め切りです先生、あまたそっか孫さん送りますとか言ってその手間とかがめんどくさかったりするんですけど、今はそういうのがすごく少なくなったんで、僕はすごく今こう YouTube とかもできているんかなと思います。私のことだけですけどね。まあそれをちょっとだらだら長くなってますけど、食うていけるかどうかってすごい難しい問題じゃないですか。例えば15が5を1万円としたら10万円ですよね。でそれが例えば画廊とかで、貸し画廊じゃないコマーシャルギャラリーっていうのも言うんですけども、貸し画廊じゃなくて、企画をしてくださってやりませんかという依頼を受けて、こっちはお金は出さなくていいというね、あるんですけどね。でそういうのになってくると、例えば、大体55とか、例えばですよ、例えばもうお金の話の動画で見てもらったらいいんですけど、55やったら5万ですよね。でそれを15をじゃあ10枚書いて全部売れても50万じゃないですか。ということは月額で言うと4万円ぐらいの計算になりますよね。そうすると食うていけないですよね。ということは5を1万円じゃなくてじゃあ2万円としたら、まあ、20万で10万で、10万が年間で10万円だと100万円ぐらい入るっていうふうになってきたらギリ食えるかなと、家賃とかが必要なかったらっていう感じになってくるとかいう感じじゃないですか、なんとなくね。だからそういうのも考えて、あ全然の話しませんでしたね。悪くはないと思う。アクリルですよね。アクリル絵の具で、検討紙に書いたということで、そんな悪くはないと思うんですけど、まあ、すごい面白いかなって言ったら、まあ、このパターンもだいぶ皆さん出してきて、僕もこのパターン何度か書いていたんで、すみません、なんか、長なってしまったんで、あっさり切りますが、もっとなんか、アクリルの面白さとか出してみてもいいんちゃうかなと、ちょっとこう、頑張って輪郭ぼかしてみようかなとか、少しこう、深みを出すようななんか仕事してみようかなとか、なんかあってもいいのかなという、なんかポスターからでも描けそうな雰囲気があるので、すいません、絵はめっちゃ短くなりましたが、だいたい3分ずつぐらいにしようと思っておりますので、この程度ですいません。次の作品こちらです。おお、すごいですね。これ僕描こうかな思ってるんですよね。これライブ配信でやろうかなと思って、同じようなのあるんです。僕も北海道に取材に行かせていただいて、摩周湖の上あたりでこういう感じのがあって、写真撮ってめちゃくちゃ寒い中、 N 君っていう友達がクソほど歩かしやがって、難しいこうなんていうスノーブーツ的ななんかやつを貸してくれて、もうヘラ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 しやがって、僕はもうヒーヒー言ってたんですけど、もうガリガリ筋肉痛になりましたけどね。帰ってきてからでしたね。飛行機乗って帰って家着いて、もうずーっとそんな感じだったからですね。こういう雪の風景の写真があって、もう何もないけど木が乱立してるので影がめっちゃ綺麗っていうのがあって、僕も描こうかな思ってるんで、なんかね、ちょっとお見せできたらやりましょうね。これマスキング液かなんかでチュチュチュと引いてあったりするんでしょうね。悪くないと思います。綺麗ですよ。私だったらもっと明確に影の色とかももっと遊んであげるかな。なんとなくこうちょっとちょっと弱気な感じがしますよね。ちょっと弱気な感じが、作品の意図を楽しく動画拝見させていただいています。コンタさんですかね、ペンネーム、とても勉強になります。初めて応募させていただきます。真冬の森を描きました。凍えるような冷たい空気感と、を表現できたらと思っています。もっと上手くなりたいので厳しくお願いします。僕も多分もうちょっと大胆に色を濃いめに、空の色はこれでええと思うんですよね。で中継ぐらいの本当にやる、もう近いうちやろうかな、明日、今これ土曜日なんですけど、明日久しぶりやろうかな。最近ライブ配信の視聴数者が減ってるんで、こんなん明日やろうかなとか言うてる時にはもうすでにやってるかやってないか分かんないですけどね。そういうなんかもっと大胆に色を塗ってみて、もう最悪あかんかったらもう何ですか、激落ちくんかなんかで拭き取ってやれぐらいの、この前の回でも言ってるんですけど、引き算のが楽なんです。とにかく引き算のが楽なんですね。でそれを若いうちにどんどん書き込みなんかでも書けるだけ逆に書いてしまったりするとかってしておいた方が楽なんです。じゃあどこを抑えようかなと、その辺でこうすごく品のいいセンスのいい絵ですよ。でもなんかこうもっともっと上を目指していきたいんやったらば、僕やったら本当にもっともっとガーンと絵の具置いてみたり、絵の具にじみとかバーンと使ってみたりとかして、どっちかというとそっちの方に振り切ってから、ああちょっとやりすぎたな、もうちょっと引こうかなっていう風引き算の方をしていくと、もっともっと成長が早いと思います。
枝なんかの細い線の描き方なんか上手なんで、もうちょっとなんかこう枝って面白いじゃないですか。僕なんかも庭の木とかベンベンと切ったりすると必死でまた芽がピューって生えてくるんですね。でビンビンって切ったらまたヒジって生えてくるんですよ。でそういうのをこう観察してると、あこういう風になっとんやなとか、逆にズボーンと切ったりすると根っこからビューッと生えてきた僕のとこのなんかオリーブの木がめちゃくちゃ弱いから、もう思い切ってダーンと切ってやられって言ったら根元の方がビャーッと出てきたり、台風で木がボコーンと折れたんですけど、すげえ庭の中で一番今でかい木になってたりして、なんかキノコなんか生え方みたいなのとかって日常の中でちょっと観察してみると、案外こんななんか自分のイメージでこう木って描いてる、あの多分もちろん写真見ながらですけど、もっと面白いです。もっと面白がってください。そういうのが絵に出てくるともっともっと上に行けると思いますよ。次の作品こちらです。おお、水田ですね。ハスですね。いつも楽しく拝見させていただいています。知人が撮影したハスの写真が素晴らしくて描いてみようと思いました。撮影者の許可を得ています。写真は午前中の早い時間、曇り空の下撮影したとのことで、光の方向が定かではない、ありませんが、それがかえって神秘的な雰囲気を醸し出していると感じました。よろしくお願いしますと。F さんというペンネームですか。よろしくお願いしますということで、ホルベイン透明水彩 300g の F4 ホワイトワトソンだそうです。65歳の方だそうですね。まあなんか透明水彩でなんかやる必要がないぐらいべったり塗ってますよね。なんかねすごいなと。なんかこういう絵を見るとなんかポスターカラーとかでもええんちゃうかとか、アクリルでもええんちゃうかと僕らが思ってしまうんですけどね。なんかこうこんだけベターっと塗って、それはそれでは別に悪いことじゃないと思うんですけど、ちょっとモチーフ下に寄りすぎじゃないですか。上の空間がこれなんか持て余しすぎてませんかね。ど真ん中にモチーフがあまりにも来すぎてしまって、でなんか周りのところが特に上の方がなんか持たないというか持っていないような、絵として図として持っていない気がするのは私だけですかね。なんかもったいないなっていう気がしますけどね。なんかこうやっぱりこうまあ葉っぱみたいな青っぽいガサガサと描いているような感じのところがあるんですけども、やっぱそれはピンボケしていた写真なのかなという感じがして、やっぱり本人が見たり感じたりしていないせいか、そういうところですごく粗雑になっているような私の印象ですけどね。なんかいくつか問題があるとすれば、なんかせっかく透明水彩という画材使ってんやったら透明水彩らしさもあっていいし、逆にこれやったらアクリルとかの方がもっと重ねていけるし、なんかとかなんか違う画材とかいうのもなんかあっても併用してもいいのかなという気がいたしますよ。次の作品はこちらです。これが最後かな。あ、もうちょっとまだあるわ。なんか 雑談が長かったな。あ、すごい、これ言っていいんやろな。うっさ、68歳、生駒市在住。僕、ここの高校に通ってたんです。言うたことありますけどね。ここに、あの辺にある高校。私の動画は、この11月に初めて視聴し、あ、そうですか。惜しみないご教授に感動して、Amazon でホルベインの絵の具筆、ワトソン F6、紙を購入して、いただき物のゆずと、庭で紡いだ、小菊、小春日和の日差しの入る窓辺に置いて描きましたと。色彩や、光の表現はとても難しいですと。68歳か。難しいですが、時間はたっぷりある。うわ、羨ましい。80歳で個展を目標に頑張りたいと思います。いや、そんなもうちょっと早めにした方がいいですよ。75ぐらいでした。まあ、もうちょっと早くていいんじゃないですか。と思います。ご好評とアドバイスよろしくお願いします。ということなんですけど、ほうほうほう。皆さん本当ね、動画のおかげなのかせいなのか、もう自分で自画自賛するとあれなんですけど、怒られそうですけど、最近低評価がつかなくなったというか、見れないんです。私たちも見れないんですよね。だからなんかね、言いたいこと勝手に言うようになってしまったのかもしれませんけど、あんまりその辺ねついてもいいのになと思うんですけど、すごくこう、まあ、初心者の方なのか、悪くないと思います。背景がやっぱ難しかったでしょね。私もここの高校通ってて、ここの高校の僕もう今から高校生やから30年前28年ぐらい前にある
ある時に、校長先生がなぜか呼び出されて、わまたなんか怒られんちゃうか思うて悪さばっかして、ま、悪さというかね、あの、はい、あの健康的な健全な学生だったんですけど、怒られんちゃうかなと思って僕は一人で呼び出されてですね、行ったらですね、あ君が小木曽君か、はい、ちょっとこんにちはつって、今度食堂の改修工事があるから君ちょっと原画描いてくれんかねつって、なんかね、大きい壁のなんかこうタイルかなんかの原画を僕描いたんですよ。30年近く前ですね、今から28年9年前、もうおそらく近々改修工事でそれも消えるんでしょうね。多分30年ぐらいで大体改修しそうなイメージなんで、また機会あったら、あの学校が開放日なんかあったら見に行って写真を送ってください。僕のだからなんか高校の同級生の子供がもうその年になってその高校行ってまだあったよなんて写真送ってきてくれましたけどね、それはもう 5,6 年前やからもう亡くなってるかもしれません。漫画とかいっぱい積んであってほぼそれが見えなかったですけどね。あのどうこうかな、どうこういう一個一個単体をもうちょっと大きく一回書く練習されてみてはどうですか。ゆずやったらゆずとかをもうちょっと大きめに書いて、それで書き込みとかの練習とかをちょっとしてもいいかなと思います。なんか影の色にこう、感触を使おうとするあまりにちょっとこうそれが強くなりすぎてしまってるかなっていうところもちょっと引っかかって、影というものがどういうふうに落ちるかなっていうのを今はまだ影という概念で書いてるんですけど、じゃあどの光がどのぐらいの強く光が近くから当たったら広がった影になるとか、わかりますかね。なるのかな、どうなのかな。で、その光の場所とか柔らかさとかによっても影って変わってくるじゃないですか。で、優しい木漏れ日がうんぬんかんぬんって書いてあるんですけど、案外ドラマチックな感じがして、で、すごく全体の雰囲気は悪くないんですよ。で、僕やったらちゃんともう花だけを一回描く練習してみようかなとか、造形物としてのこの花瓶というのをちゃんとこう立体感が出るように描いてみようかなと。特に僕やったらこれ柚子かな、柚子なんか面白い、柚子だけでも絵にできんかな、それがモチーフがあって、それが床になんか影が落ちてて、それが奥行きが出て、でったったっていうのを描けるようになっていくっていうこともちょっと念頭に置いて頑張られてみてください。ちょっと脱線多かったかな、これ最後、あ、まだ2枚あるわ。こちらです。あ、脱線多かったな、すまった、すみません、最後の早くなりますよ。おかげさまでこの作品は今年度かな、今年の秋のおーなんとか展に入選することができましたと。今後受賞するためにはどうしたらいいか不安です。今後どうしたらいいか不安ですと、アドバイスをお願いしますということで105、アルハンブラ宮殿ね、僕ここ行きました、スペインですよね。わかります、ここ僕も書いたことありますよ、上から俯瞰のやつですね。よろしくお願いしますということで100個ですね。これ写真がちょっと悪いからなんか難しいところなんですけど、そのなんとか会っていうのの目指している方角はこっちでいいんですか。そのなんかこれ日展系のあれでしたっけ、ここの回はちょっと分かりませんけども、なんかそういうのによってもよりけりなんで、すごいこう難しい、賞まで取るとなってくるといろいろ難しかったりするんであれですけども、もうどうするかな。ちょっとだから大きい作品でこれだけ頑張って書きはったから、悪くはないと思うし、僕もそういう135ぐらいのでかい風景とか書いて、なんとか書いて文部科学大臣賞取ったような記憶あるんですけど、若干こういうの書く人も増えてきましたもんね。10年前とかあんまいなかったですよ。でもなんか僕増えてきて、じゃあ増えてきた中で、じゃあ自分がどこに特化するかって、特化わかりますかね。ここが売りですよと。写真を一生懸命写した色置きになっていませんかっていう風な見える。で、じゃあちょっと自分の中で作為としての色を美しく自分なりの解釈で描いてみようかなっていう風な感じもちょっと見受けられない。この写真だけじゃちょっとわからないですけど。とか、例えば絵の具の物質化みたいなの、絵の具の置き方みたいなのが、実は近くによるとそれなりのすごくこう自分のなんか、中で面白さを持っているのかっていうと、そんな感じにも見えないんですね。この写真だけで見るとですよ。その辺が自分の中で、じゃあどこに特化して自分の武器かっていうのを、やっぱりこう突き詰めていかないと、ね、ある程度上手に写真写せましたねっていう風な評価でとどまってしまうから、公募展とかっていうのの難しさ、そこはあるんですよね。で、この人に持ってるこういうのすげえ武器やなっていう風に思わせる何かを探し出すということをぜひしてみてください。すみません、最後の作品となります。こちらです。
30分を回ろうとしてます。なんでこんな脱線今日多かったんやわからん。いつもご教授ありがとうございます。8枚やから1人4分計算ぐらいになってますもんね。3月に哲学堂公演、斜陽の光は正解、している桃の花、梅の花、すももの花に当時、艶やかな色を呈し、とても綺麗で忘れられない景色でした。その絵はその時のスナップ写真と簡単なスケッチを元に描いたものです。この絵でいいのか、あ、この絵か、斜陽の光、なんちゅうんですか、濃艶、わからん、な花の色彩と見た時の感動を表現してみたいのです。どうぞご指導いただければ幸いです、ということでございますが、これは、F6 号油絵だそうです。今年の夏に描いたという作品だそうですよ。これなんかこう輪郭に青い線入ってますよね。これ別に綺麗やなっていう気はします。悪くはないなと思いますけど、なんかこうガチガチとなんか桃の花と梅の花となんかぶつかり合ってますよね。いやもう徹底的にぶつかり合うんやったら枝とかこんな陰影つけんで、僕本当にこうモネとかの参考に強い色彩みたいなのを強くすればいいんちゃうかなと私なんか思ってしまうんですけど、要はキアロスクーロという陰影法もやっぱり使いつつも色彩法も使いつつのっていう、こうどっちつかずになってしまって、すごくこう乱舞してるこの赤い花々とか地面の下の方になんか黄色い花みたいなのが、花かなんかわからないですけどあるんですけど、木がすごいこう僕なんかだと暗く見えて、奥の方のこの枝のところのこの辺のちまちまちまとしたようなところってすごく雰囲気が良くて自然に見えてくるんですけど、ここの辺の木々の描き方があまり上手でもないというか、そこに例えば明るいところに白を入れていることによって、よりキアロスクーロ陰影法的なのが強くなってしまっている。なんかせっかくこう色彩がっていうことの方に持っていくんやったら、そこのところをぐぐっともう把握しばって我慢して、徹底的にやるということしか術はないと思いますので、絵の具のタッチとか色彩とか面白いです。だからその辺は自分の中で作為として、しっかりやってあげて、自分の感動した情景をより作品の中で強く出すという努力を頑張ってされてみてください。どうしてもこう写真というものに若干引っ張られる皆さんあるんで、もう絵を見る人はそんな何にも興味ないですからね。こんな写真だったでしょう、何にも興味ないということで、第177回は以上です。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。